マリー・ゲルミー・ヌ・ブノワは、フランスの画家である、新古典主義の画家の一人である、パリで役人の娘に生まれた。12歳の1781年から、有名な女性画家、エリザベート・ルイーズ・ビジェルブランに学んだ後、1786年に、妹のマリー・エリザベートと新古典主義の画家、ジャック・ルイ・ダビットの工房で学んだ。マリー・ゲルミー・ヌ・ブノワ作、黒人女性の肖像。 ルーブル美術館1791年にサロンド、パリに初めて出展した。1793年に貴族で銀行家のブノワ伯爵と結婚した。フランス革命後の1800年に代表作の黒人女性の肖像を描いた。奴隷制度廃止の6年に描かれたこの絵画は黒人の解放と同時に女性の解放を象徴する作品とみなされている。 この絵は1818 18年に政府に買い上げられた。当時第一投了であったナポレオン・ボナパルトの依頼を受け、ナポレオンの家族の肖像画も描いた。王政復古になり、夫のブノワ伯爵が国務院のメンバーに選ばれ、様々な公職に就くようにいると夫の政治的立場を優先して、マリー・ゲルミーヌ・ブノワは芸術活動から離れた。ありがとうございます。